つい。念のため聞いておくけど、うちの夕食って死後厳禁だったっけ？いいえ、親族の皆様間での談話は自由に行われておりました。じゃあ明葉が黙っているのは単に機嫌が悪いだけ？申し訳ありません。私には分かりかねます。あくまで憶測ですが、明葉様はお疲れなのではないでしょうか？そっか、そりゃそうだよな。いつも不機嫌だけど今は特にご機嫌斜めだし、ほんとご苦労様だこと。聞こえていましたよ、兄さん。別に午後の視察で疲れているわけではありません。食事は静粛にが当家のマナーですから。もっとも、それも過去の話ですが。どうしても話がある、今日一日の出来事を語り合いたいというのであれば、その限りではありません。それで、私の仕事ぶりをいたわってくれた兄さんは、午後の休みをどのように過ごされたのです？え、ああ、俺のことか。午後は散歩に出て、部屋に戻ってからはずっとベッドで横になってた。それは、あの…また貧血ですか？いや、考え事をしていたらいつの間にか夜になってたというか。体の調子は悪くないし、足の方も問題ないよ。つまり無意に時間を浪費したということですね。はあ、そんなくだらないことを堂々と口にしないでください。私は何とも思いませんが、他の人が聞けば笑い者になるだけですから。確かに自堕落に思われる発言だった。というか自堕落だった、反省している。けど、明葉は何とも思わないってどうして？どうしても何も当然でしょ。私は当の式に何も期待はしていませんから。兄さんがそういう人であることは初めから承知の上です。
いやー、ごちそうさまでした。ごちそうさま。食後は習い事がありますので、私はこれで。兄さん、完成なされたのでしたら、今夜は早めに部屋に戻って勉学に励んでくださいね。四季さん、ファイトです。秋葉様に負けないで。